阪神、普通に強い。今日くらい巨人ファン見てても面白くない試合はなかなかないかもしれんな。先頭かならず打ち取られとるし。完璧、完封リレーやトラホ。0.5 差やゴルア。ジャンパでも負ける巨人、スイング判定はあからさますぎ。首位相手に干渉の内容やな。カード頭取りって3立て回避するだけでこんだけホッとできるもんやねんな。近本と大山復活しつつあるんかな。今日の内容なら期待できるな。途中で岡田の変なやらかしもあったのに勝った。もうお前は何もするな。